ガゼッタ、セッタ。雪が降ってる。うまくいった。このままどんどん降らせよう。みんな、お待たせっしょ。遅れちゃってごめんね。あ、それってハーフパイプ？エベレッサ、これでスノーボードができるよ。やったー。雪を作っちゃうなんてすごすぎるんだけど。最高、超テンション上がる。わあ、ハーフパイプじゃん。これは挑戦しなきゃ。あ、悪いけどダニー。違う、俺はウルトラダニー。まだ雪が足りない。やるなら後にして。後？今やりたいのに。どうにかできないかな。ウルトラいいこと思いついた。あれ、雪よフレフレ、雪よフレ、雪よ。うわぁ、しまった、どうしよう。エベレスト、街中が雪だらけになる前にスノーキャットを止めて。超超超超頑張るっしょ。ご覧の通り、スポーツ大会の準備はバッチリです。大丈夫ですか、市長？このくらい平気よ。でも少し確認してもいい？今、夏だったと思うんだけど。うわ、滑る、最高！市長、テレビ放送まであと2分しかありません。あと2分？まあ大変。疲れた。準備して。皆さん、お待たせしました。パウパウスポーツ大会スタートです。現在、なぜか会場が雪だらけですが、何の影響もないでしょう。最初の競技はパウパウかけっこ。あ、俺たちちっとも進んで。次はこちら、パウパウハンマー投げ。それならパウパウ雪のスポーツ大会にすればいいんですよ。どうですか、市長？改めまして、雪のスポーツ大会スタートよ。皆さん、またまたこんにちは。これから始まるのは全く新しいスポーツです。まず最初の競技はスカイによるツルリンハードル。次は走り幅跳び、あ、じゃなくてツルリン幅滑りです。おお、いいぞ、頑張れ。こちらはみんなで力を合わせるツルリンリレー。バトン渡しもワンダフル。お待たせしました、ラストはこちら、華麗に宙を舞うツルリンハーフパイプ。ヒーヤッホー。そらかっこいいぜ。俺も負けてらんない。エベレスト、なかなかやるよ。夏にスノーボードができるなんて最高。ありがとう。みんなお待たせ、ウルトラダニーの登場だ。いくぜ、スーパーウルトラ。うわみんな大活躍だったわね。そしてケントも、今までで一番素敵なスポーツ大会になったわ。ありがとう。みんなのおかげです。とっても楽しかった。今回のトラブルもパウッと解決。ちょっと待った、俺のメダルは？